ジャニージャニー。すいません、あどうもこんばんは、お邪魔します、森久保です、よろしくお願いします。わーすごい、なんかあもう世界を感じますね。あ世界を感じます、いろんな国を感じます、いろんな世界を感じて、あなんかここにも世界を感じるぞ、世界を、この世界観がいらっしゃいました、世界を感じたというわけで、どうもイエーイ、どうもあの LDH からやってきましたエグゼルファンタスティックさん、世界と申します。イエーイ、世界くんでございます、よろしくお願いします。森久保さんだ、やった、待ってましたよ、ね、いやだからそのいわゆる声優じゃないゲスト、このウォーカーさん初めてでございますよ。あらいいんですか。えでも多分唯一多分世界くんしかいないと思ってるけど、そん声優以外に、ね、そんなことはないですよ、ね、いやありがとうございます、よろしくお願いします、よろしくお願いします。はい、でこれアニメはすごいね、好きですね、漫画も好きで、はい、ありますけ ど、ね、でウォーカーズも見てくれてるんだって。もちろん抜け目ない、見やすい、あの一本一本が見やすいです。そうね、そうね、とっても見やすい、そうそう、確かに確かにとても素晴らしい、うん、20分ないぐらいなんで、はい、めちゃくちゃいいテンポ感と、そうだからあいつ今日はだから月曜日から今週金曜日まで世界くんが、いやだから僕だからウォーカーズに、うん、あの大塚芳忠さんとか、あそうそうよく知ってる、うん、草尾武さんとかそうそうそう三木一郎さんとかあいろいろ思い出す、いわゆるその、うん、フラッシュバックベテランの方がめちゃくちゃ出てくるじゃないですか、うん、はい、出てきますよ、はい、ともすれば、はい、あのタスク君みたいな、そう、ね、ムードメーカーもそう、ね、あムードメーカーいい言葉知ってる、いろんな人がいるから、うん、これでもやっぱ出るのはやっぱ森久保さんの人徳だなと思いますよ、うん、いやあのねその通りなんですよやっぱりツアーをね、はいはい、それあの行けなかった、お誘いもしてくれたんだけど行けなかったら、これ言っていいのかね、なんか映像送ってくれたじゃん、こんな感じでしたっつって、ライブのいつもよく送ってくれるんですけど、ね、なんかすごい関係者が見るような、なんつうのマルチ画面っていうね、あの要するに引きの画面とあのカメラがスイッチングする前の引きとちょっと寄りと、あのみんな寄りと3画面のやつが送られてきて、俺ちょっとそれこそ合間に見ようと思って、はい、あの携帯でこうデータでもらったからこうやって見ようと思ったら、ちっちゃすぎてどれが世界くんの全然わかんねえよって。そうですよ、ね、いやでも雰囲気だけは全体楽しませてもらったけど、いやいやいや、もう盛り上がった、でもね、もう普通に一回僕が見に行ったのはあれはもう LDH さん全体でやったやつだっけ、そうです、東京ドームね、いろんなチームが出てたと思うんですよね、うんうんうん、あれが初めて LDH さんのライブを見させてもらって、東京ドームで、そうそう、まだコロナ禍でね、そうですよ、声は出せなかったのかな、まだ出してないですね、うん、もうね、ステージから森久保さん目立つ目立つ、客席でそんなことないよ、俺、結構関係者の方見つけらんないんですよ、うん、結構見つけらんないんですよ、相当なんか、うん、うわーとかやってくれれば見つけられるんですけど、相当うわーってやったもんだって、いや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 、俺覚えてますよ、森久保さんがどうやって見てたか、あの森久保さんのホームベース側にいたじゃないですか、はいはいはい、うん、俺がパーッつって森久保なんか探してたんですよ、うん、森久保さんを俺も探してたよ、で、うん、こうやってやってないだろうなと思ってて、うん、でやっぱやってなくて、うん、こうやって待ってたんですよ森久保さんサングラスかけてこうやって森久保さん待ってて、俺の目の前来てもみたいな、なんかと思って、それ俺じゃない、いやいやいや絶対森久保さんです、いや俺もううわー、なんか逆にああいうさ、なんかトロッコみたいなのとかさ、はいはいはい、あの手のやつって見たことなかったんだ、そういうのなんかちょっとこれ作品でそういうのやらせてもらったことあるよ、はい、だけどそのお客さん側の景色見たことなくて、あこんななんだって俺マジで興奮しててずっと世界くんどこだ、世界、あもうこれ持ってくればよかったみたいななんかお客さんの気持ちが初めて上がって、はい、ずっと探してたわけよ、はい、あれだいたいたいたと思って、あともうこう回ってくる時もさ、はい、もうこれもんでいたよ、それは多分ね竹内だよそれ、違うえいや絶対だって、いやいや髪のウェーブが森久保さんでしたもんねあとはもしかしてなんかこう見逃してたのかもしれない、それもあるかもしれないですね、そうでもそんぐらいめちゃめちゃ楽しめたの初めて、わこういう風に楽しめるんだこういうライブって思って、いやでもっともっとねやってくれたのがね、なんかソロでダンスやるシーンがあったじゃん、 ありますね、でさわーってパン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 ってこうフリーで踊って最後決めがあるわけ、これがもうあのアップでカメラ抜かれててドームのこうモニターにガーンってもう世界くんだけが映ったわけ、カン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 って踊った後に最後こうやって僕がやってるキャラクターのナルトの鹿丸の韻を結んだのよこの人
俺だけへのメッセージじゃんってなるじゃんこれ。キャーってその瞬間。俺ねそういうとこあるんですよ。ダメなんですよ。キャーってなった。俺だけだこれ俺だけだと思って。本当ね、本来だったら全員のファンに均等にサービスしてあげなきゃいけないのに。やっぱこう好きな先輩が来たりとか好きなこう仲間が来たりするとそこに向けてやっちゃうんですよ。もうピタパンついてるぞ。やなんか残念ながらその一つのキャラクターとかっていう位置には一人しか入れないわけだから、はい、そこをねみんなでせめぎ合ってるのは確かだから で、ねうん、あとは決まったおのおののポジションで総合芸術を作っていくのがアニメとかの世界なわけだから、はい、なるほどね。そうなんです。なんかだからでもいたよ俺もいつもこの人と被っていつも雑誌とかでもよくこうなんか一緒に取り上げられて、うん、でオーディションも大体 その人持ってくなみたいな。へ、星総一郎。あ、そうなんですか。星くんそうだった。へ、星くんの方がちょっと先輩なんだ。1個ぐらい先輩かな。そうだけどなんかねものすごい雑誌とかでもよくなんかこう隣のページだったりして、へえ面白い。同じ役も争って、あのそう彼がやったら歴代あの頃とか20年30年前に主役やってたやつは俺もオーディション受けてる。いやすごい、うん、全部また星くんだまた星くんだって。でも森久保さんたちの時代って個性と個性のぶつかり合いだから結局ここでぶつかってもまたすぐそれぞれの場所っていうかが見つけられてそうな先輩方のイメージ。それはめっちゃあります。なんかみんなそれぞれこういろいろ模索して俺の世代が30ぐらいの時に多分みんななんかその多分ステッカーみたいなのがカラーが出たような気がする。30歳30だ今の堀江くんぐらいじゃない。そうですよね、うん、の時にやっとなんかだからそういう意味じゃ早いと思うよ。なんかこう堀江俊っていう、 こうカラーっていうかブランドみたいなのがさ。いや全然僕めっちゃいます村瀬さんとか山下さんとかもういつ後ろからサクッと行こうかとか。やめなさい。ほらね、いつだって後ろからサクッとってねおしゃれに言ってるつもりだから本人はね。でもバチバチですね。やっぱスタジオオーディションとか行って村瀬さんとか山下さんいるとあ負けてられませんなと、うん、なるほどな。あと僕とか高音の人って女性もそこに入ってくるんですよ。ああそう、うん、田村むつみさんとか。ああそっか、めちゃくちゃ男の子役として入ってきちゃったりするんだ、うん、女性と争うこともあるので大変な。いやでも、うん、俺あんま気にしたことないから、うん、なんかこう、うん、本当で出会いだと思ってる。出会い、うん、あんまないんだよね。だから、うん、まあもちろんあるよ。あのこの役やりたかったなでできなかったら悔しいってのあるけど、はい、悔しいっていうかやりたかったなってのあるけど、うん、どんなことやったのよ。クイズ大会？もうクイズ大会、ただ普通にクイズしただけです。9時半から11時40分ぐらいまでやったの？そうですそうです。2時間30分。だからでも俺ね9時から自分も生放送別でラジオやってたから、そっから見てないんだよ。で11時前に終わって、はいはい、自分のあの YOASOBI のこの、はい、あの出番のさ、うん、その ロケ現場にさ。はいはい、行ったわけ、うん、でそれ車で向かいながら、はい、あのやっぱり車内で同じように音声だけ聞かせてもらってた、うん、はい、お前なんか特殊能力あんのか。最近何の話ですか。最近、うん、何の話をしてる。なんか俺も正直びっくりした。本当に画面を見たいぐらいびっくりしたんだけど。あの58ですか。58の話。沖合優良太郎の画数は58。すごいな。それ得意なの画数当て。いや、あの、じゃあ森久保さんのやつやります。なんか森久保翔太郎は39なわけないだろ。だってお前絶対沖合優さん並みに画数結構ごちゃついてるんですよ俺も。あのね全然別に何にも得意とか何にも。あれ何だったん。いや何だったんですかね。皆さんね、あの
多分視聴者の人も28時間見た方多い方いるけど、うん、もしかしたら何の話っていう人に一応補足しとくと、この、はい、クイズ大会の時に、うん、沖合亮太郎さんのね、その漢字で書いた画数何文字っていうのに、うん、はいっつって即答で58って言ったよね。即答でしたね。だその瞬間にあた、それ一発で当てたんでしょ。もうざわってなんか時が止まったわけよ。でお前の顔見たらね、俺後で見たよ。だからその運転してからその時は見えなかったけど、後でそのシーンをもう一回見ようと思って見たよ。その前の年のあの馬の時と同じ顔してた。